I see your face, I see your eyes. Can touch it, your ears in a shot of your mouth. I fed up myself, I fed up myself. Look at the mirror, trying to ask to myself. I see your face, I see your eyes. Can touch it, your ears in a shot of your mouth. I fed up myself, I fed up myself. Look at the mirror, trying to ask to myself.この時間は浦和レッズ対浦和ツイン、こちらの一戦をお届けいたします。サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。浦和レッズ対ブラガンチーム、サイドを紹介です。右にエンドを取るのはブラガンチーム、左側が浦和レッズ。北澤さん、今日の試合は何といってもデイビッド・ベッカムに注目ですよ。シュート来たー、先制、フラガンチーノ。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあブラガンチーノ、今日先制はこの早い時間でした。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。デイビス来ましたよ。抜けてくる、丁寧に足元を使う。チェックを受けますが動じません。うーん、倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。ブラガンチーノ PK のチャンスを得ます。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやーね、 PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。これを決めて追加だ。非常に落ち着いていました。きっちりと決めてきましたよね。落ち着いてましたよね。ブイリ、今日2点目です。さあブラガンチーノ、得点を重ね2対0という展開。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。キミッヒ、前半16分です。裏へのスルーパス、おいい形ですよ。クロスが上がる。危ないシーンでしたがクリアの対応。インターセプトを狙う。浦和ボール。組み立てながら攻め上がって、シュート、ゲット、1点差まで追い詰めます。このゴール、シュートも見事なんですが、その前のタッチも良かったですね。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてましたよね。ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを置いてましたよね。素晴らしいゴールでしたね。さあ浦和、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。いや、素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、ディフェンス、これを読んでいた。ウンメニゲから左サイド、スルーパスを狙う。チュアメリ、
カムが受けるファーサイド、守備陣クリアの対応です。来た、これはスクイボールだ、シュート、来た、同点。見事な同点ゴール決まりました。いや、いいですよね。それはサポーターも燃えますよね。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。いや、これは素晴らしかったですね。パスワークの中で相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のはチームの連携が生んだゴールですよね。クンメニゲ、今日2点目のゴールです。さあ、浦和見事な同点劇を見せています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。このボールに触ります。これは合いません。ハキミ、ビニシウスへシュート。いや、北澤さん、これはいいセーブでしたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。これは奪い返します。ハキミへ、シュート、来た、勝ち越し、試合をひっくり返します。ブンメニゲ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。アルバレス、シュート、同点、フラガンチーノ。いや、これは北澤さん、短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持ってきたいですよね。アルバレス、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。そうですね、いい位置でシュート、これはパスト、クリア。このピンチをなんとか出します。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。点の取り合いの様相を呈しています。さあ、ここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや、この45分だけでも1試合分の迫力がありましたね。でも本当緊迫した試合内容になりましたよね。浦和レッズ対ブラガンチーノ、同点のまま後半へと続きます。さあ、後半です。ここまで両チームとも互角の戦いを見せています。コーナーキックになります。今日これが初めてのコーナーキックです。頭狙いしましたんですが、ヘディング決まりません。手を使います。アミヌ・グイリ、ロドリ、ハキミ、
さあ左へ預けて自分で行く。ビニシウス、マッチアップのシーン。ボトマン、ここは縦に大きくボールを入れます。ここは繋がりません。ビニシウス、ロドリ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。キミヒエ、さあチャンス、どうだシュート。いやクロスバーの少し上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ブラガンチーノが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。チュアメリ、アルバレス、奪いに行きます。右サイドへ振って、モハメド・クデュス、スピード上がってきますよ。ここでマッチアップ。ここは笛が鳴ります。たまらず行ってしまいましたね。この距離十分に狙える位置です。いいキック持ってますからね。直接曲げてきましたが、ここは決められませんでした。ウンメニゲ、チュアメニから左へ。このマッチアップどうなる。サンチョ、ハキミからサンマクシマン、うまいですね。浦和ボール、ルンメニゲから右へ。いや、これはカウンターのチャンスですね。ここはすぐ奪い返します。これは合いません。チュアメリ、チュアメリから右サイド、インターセプト、ハーランドが受ける。このボールはカットされます。ハキミ、ウンメニゲからマケレレ、中央へ、クリアが浅い。サンチョ、ギャラガー、さあ左サイドへ。オカフォー、左上がっていく。さあシュート、いやーよっこれシュート、勝ち越し、ブラガンチーノ、ゲームをひっくり返します。
まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いやキーパー狙った。いや浦和同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、あの失点で。サンチョ右サイド上がっていく。コーナーキックへと続きます。フラガンチーノは2本目のコーナーキック。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。サンマクシマン、さあハキミ。浦和としてはまだ時間ありますからね、形は作れているので、なんとか1点仕掛けたいですよね。アーランド、さあ右へ預けて、さあカウンターだ。ソボスライ、この辺りのディフェンスは厳しく対応してますよね。起きましたよ。ブラガンチーノとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。ベッカムへ。浦和としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。スペースを使う、抜けてくる、チャンス来た、クロス。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。スペースを狙う、このパスを受ける。いやー追加点、フラガンチーノ突き放します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあブラガン、そしてここで最後の笛、5対3ブラガンチーノ、結果として見事逆転で勝利を収めました。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どちらにこう勝利の女神がいくのか分からないような展開でしたからね。なるほど。ブラガンチーノとしてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況が